ガンダー国際空港はカナダニューファンドランドラブラドール州ガンダーにある国際空港。現在はガンダー国際空港公団が運営している。カナダ空軍ガンダー基地との滑走路を共有しているが運営上別組織である。1936年に建設が開始、1938年にニューファンドランド空港として開港。初飛行は インペリアルエアウェイズのデハビランド DH-83 フォックスモスであった。1941年までニューファンドランド空港という名称が使われた。1940年にニューファンドランド自治領政府から王立カナダ空軍へ運営が移行され、1941年に王立カナダ空軍ガンダー基地に改称。第二次大戦当時、北米から欧州へ。 心臓航空機を輸送し、北、大西洋で U ボートを攻撃する対戦部隊の拠点となった。アメリカ陸軍航空軍及び王立カナダ空軍の何千機もの航空機はガンダーを経由し、欧州へ向かった。王室カナダ海軍も、この飛行場にガンダー海上無線基地を設け、敵艦の光線を傍受し、位置を特定する拠点として利用した。戦後、 1946年に、王立カナダ空軍は、ニューファンドランド自治領政府に運営を返還したが、王室カナダ海軍のガンダー海上無線基地は、残り冷戦時代に、さらに強化された。ガンダー国際空港ニューファンドランド自治領が、カナダ連邦に併合後、カナダ連邦政府は、ガンダー空港と解消した。滑走路やターミナルに改良が加えられ、 ほぼ現在のレイアウトになった。アメリカ合衆国先海岸の大都市から、ロンドンやパリに向かう体験コース上に位置することから、給油拠点としての重要性が増し、1950年代から1960年代に拡張された。この空港は1940年代のダグラス DC-4 などのレシプロエンジン航空機が、 無給油体西洋横断飛行で欧州に到達できる距離にあり、戦後も同様にボーイング707などのジェット機の給油拠点となった。結果的にガンダー空港は初期のジェット機の給油拠点としての重要性を維持し、トランスカナダ航空や英国海外航空、パンアメリカン航空などがガンダー空港を主要給油拠点として利用した。1960年代の ジェット機飛行距離延長により、給油拠点の必要性が下がり、LR 航空の広告のように、ノーグース、ノーガンダーと呼ばれるように多くの航空会社が、新型機の導入を進め利用便数も減少した。しかしガンダーはその後も北大西洋上の重要管制基地の一つとして機能した。欧州と北米を結ぶ航空機はすべてガンダーの航空交通管制と、 通信する必要がある。冷戦時代には、ソビエト連邦のピアニストイゴーリ、イワノフ、ナパーム弾空襲を受けた村からに逃げる写真で有名になった、ベトナム人女性ファン・ティー、キム・フックなど、旧アルシャワ条約機構国から多くの亡命があった地点としても知られる。東欧諸国やソビエト連邦からキ倍の便が、給油する地点だったためである。 ルフトハンザドイツ航空エアバスウェイ340ガンダーハリファクス2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件の発生による北米の空域閉鎖に伴いガンダー国際空港はイエローリボン作戦の一環として航空機39機全乗客6122名及び乗員473名の受け入れを行ったガンダー国際空港は カナダの空港の中で最も多い便数を受け入れた。この空港が最大便数を受け入れることになった理由は、もちろん大型機収容能力を持っていることにあったが、主にカナダ交通局とナブカナダはトロントやモントリオール等カナダ内陸部の主要都市へ航空機が向かうのを避けたことによる。空港近辺のガンダーの街で受け入れられた。 旅行者からは受け入れに大使艦隊を受けたとの報告が行われている。ハリファクスと共にその際の対応に敬意を表され、ルフトハンザドイツ航空は2002年に心臓やバス A340 を初めてドイツ国外の都市の名称を使用し、ガンダー、ハリファクスと命名した。現在、ガンダー国際空港は日本の滑走路を運用中。そのうち1本は、 スペースシャトルの非常着陸用に指定されていた。エアポートダイベスタチャーステータスレポート、ハットカナダフライトサプリメント、エフェクティブ 0901Z29 マーチ2018、2-0901Z24 メイ2018、シノプティック、メトスタットステーションインフォメーション、ハットトータルエアクラフトムーブメンツバイクラス。オブオペレーション、ナブカナダタワーズハット。 エアーカナダアナウンスガンダー、トロントノンストップフライツ、エアーカナダ、旅客機の34人死ぬ、カナダで離陸直後に爆発、朝日新聞昭和42年9月6日、長官、12班、15面クック。ジュリア、1967チェックエアライン、クラッシュインガンダーリメンバードウィズニューモニュメント。CBC ニュース、httpww.cbc、さ。 ニュース、カナダ、ニューファンドランドラブラドール、1967、チェックエアラインクラッシュインガンダーリメンバード、ウィズニューモニュメント -1.31318232020 年10月7日閲覧。ありがとうございます。